はい、皆さん、キャプテンロックプラスピュア DJ やってるキャプテン和田誠です。もう今回もね、皆さんからたくさんのリアクションいただいてね、私もね、DJ のやりがいがあるなということで頑張っております。30分ね、あっという間です。ギネスに乗っちゃうくらい早いです。今見ていただいたのは番組のね、春のプレゼント、いろいろあります。トートバッグの大通称、缶バッジの大小ね、色も黒とシルバーがあります。そしてボールペンがそちらの方にあるんですけど、見ていただけますでしょうか。はい、そしてこれ、はい、クリアファイル、覚えてクリアってね、もう同じことを5万回言うなんて話ですけれど、どれがご希望かをはっきり書いてですね、申し込んでいただきたいなというふうに思われておりますね。はい、いろいろとですね、今後もプレゼントが出てくるのかな、楽しみだな、なんていうふうに思うこの番組ではございますけれども、今日はね、ご紹介したい人がいるので、そちらをまずは聞いていただきたい、見ていただきたいと思います。さあ、ご紹介しましょう。こちらの方です。どうぞ。ジャーマン藤井です。ジャーマン藤井ですって、どこのジャーマン藤井さんなんでしょう。バーナーミュージックショーファンのジャーマン。ああ、はい、そうですね、そう言っていただけるとよくわかる、はい、メーカーの方とか、ね、言っていいかどうか今迷っちゃった。ああ、なるほどなるほど、はい、ということでね、藤井さんといえば僕とね、まあ、古くの付き合いで、まあ、ジャーマンと名乗ってる限りは何が好きか皆さんもう本当にご存知だと思います。ピュアーナ、メロディックスピードメタル、パワーメタル大好きなんですね。一筋ですね。そうですね、それしか聞いてないです。わ、特に好きなのは何ですか。アタックですね。アタック、オンザランって感じ。オンザランです。そうですか、はい、そしてね、藤井さんはね、実はそういったあの、ね、ピュアーナメタルレーベルをやっておりました。そちらがそのね、T シャツなんですね、はい、このレーベル、ちょっと名前言ってみてください。フォーターセンチュリーって、それはなんでそういう名前になったんですか。あの、一回ちょっと20年前ぐらいにレーベルを作った時に、ちょうどまあ、まあ、ハロウィーン、はい、まあ、25年ぐらい経って、なるほどなるほど、でやっぱりエクスピードメタルの、うん、そのそこにあると、そうだね、そういうバンドをやったり、いろいろ新しく変えていきたい。うんうんうん。で、このレベルを、はい、ね。で、シークレットスイデアであるとか。そうですね。ね。コンクレスト。はい。ダブルエンジェルコンクレスト。ナイス。哀愁のメロディーでしたね。はい。で、レベルはしばらくお休みをしてたんですけど、はい、今回、なんと、この番組とタイアップしてですね、こんなことやるってほら、ちょっとここにポスターがあるんですけど、ね。ね。ちょっと。見ていただきたい皆さん、はい、こちらを、はい、楽曲募集、音源募集と書いてありますね、はい、はい、ね、音源を募っているよとね、まあ、こちらはニューアーナミックジャパンのメロディスピードメタルのレーベルをやってる、このレーベルからメロスティバンドを発掘企画を実施しているよと書いてあります、はい、で、これっていうのはどういう風な成り行きでこういうことになってですね、今ワーナーミュージックが、うん、まあ、いろいろ素晴らしいアーティストがいるよね、プラス、まあ、ジャンル問わず、はい、いろんなアーティストがいるんですけども、何も大変だ俺、はい、いるんですけど、うん、まあ、メロスピのバンドっていうのは、うん、まあ、本当に世の中にも、うん、あまり表には出てきてない、最近ほんと少なくなってるからね、ね、はい、勢いのある若いバンドはいっぱいいる、ね、かっこいいバンドは、はい、うん、だけどメロスピやってるバンドってなかなかいないですよね。なかなかいないですね、うん、ただまあ世界的には結構いっぱいいるんですけど、うんうんうん、日本でまだ我々がまだ見つけられてないというか、うん、その通りだ。で、逆に若い子たちは、うん、逆にそういうメロスピのバンド新鮮なんじゃないかな、うん、なるほどなるほど、で逆にやっぱり新しいバンドもいろいろ聴いてもらって、うんうんうん、好きになってほしいな、こういう音楽のね、そうですね、本質をね、また理解していただきたい、はい、まあ、いろんなジャンルを探している中ではあるんですけど、はい、このメロスピでも必ずいいバンドが一つは必ず出てるらしい、うん、さっきも話であったけど、25周年でこのレーベルを立ち上げたという話、そこはハロウィンから始まったっていうのがあったけど、確かに、まあ、今はもう30年以上経ってるけど、でも30年前も20年前も10年前もそういう若手のメロスピ、そういうシンフォニックなものとかやってるバンドがいっぱいいたんですよ。そうです、いやー出てきたなって、いいバンドだなっていうのがいっぱいいた。だから、いないはずがない。はい、いないはずがないんです。ですから、そういうバンドを本当に心から待ち望んでいるぞと。はい。いうことでございますね。そうですね。で、ガンガン応募してきて。どうしたらいいですか、応募は。一応サイトから応募することができるんで。斎藤さんも応募してね。そうですね。
いやいやいや、サイトって言ったから、ね、いや、いいですね、はい、どんどん応募していただいて、うんうん、あのちゃんと全部あの聞いてますので、はい、あのもし本当にいいバンドとか、うん、まあ、あの全然バンドじゃなくてもいいんで、うん、あの個人でギターを弾いてる、はい、曲作ってる、あるいは、はい、そのボーカルをやっている、はい、ドラム叩いている、はい、ベースをやっている、ね、キーボードやってる、はい、そういうのも十分結構でございますので、どんどん結構、うん、あの若い子たちも今応募してきてはくれていて、うん、はい、なのでその中からあの、うん、いい方たちをどんどん選んでいきたいなと思います。なるほどなるほど、はい、でね、やっぱりいつかはさ、そういった人たちを集めてなんかね、そういうライブとかね、そうですね、ショーもやってみたいよね、はい、ちょっとやってみたいと思ってるんで、うん、はいはい、イベントもね、はい、うん、ぜひぜひ皆さんね、あの今日今初めて見たよって方もいるかもしれない、あなたの友達でバンドやっててかっこいいよっていう人もいるかもしれない、そしたらどんどんこちらにね、あの音源を送っていただきたいなと、はい、いや自分でプレイしているものって最近よく上がってるじゃない、そうですね、こんなの叩いてみたとか、はい、こんなの弾いてみたとかよくありますからね、そういうものも募集しておりますから、どんどんもう遠慮しないでね、こちらに申し込んでいただきたい、どこにチャンスが転がっているかわからないわけでございますから、はいね、私もまたこんなチャンスをいただいて本当にありがたいなと、いやもう頭が下がります、ね、まあ毎週聞いていただきたいなというふうに思います。というわけで藤井さん、はい、まあ、今後もね、いろいろとこの募集もそうだけど、ね、この番組に出て、ね、お話をまたしていただきたいなというふうにも思ってますので、ね、はい、というわけでね、今後もこの YouTube のね、まあ中ではあの私がちょっと時間が30分しか番組ないもんですから、ライブとかインタビューとかなかなかそこでお届けできないものをですね、私のブレーンがいろいろおりますので、そういった人たちに届けていただこうと、だから最新情報はここを見てればまたわかるかもしれないよということなんですよ、インサイダーの話とかね、まあ、ぜひそれも楽しみにしていただきたいなというふうに思うわけでございます。というわけで藤井さん、はい、今日はお忙しいところ本当にありがとうございました。はい、ありがとうございました。ぜひ皆さんね、バンドの音源募集しておりますので、こちらまでどんどん送っていただきたいと思います。今日は本当ありがとうございました。またお会いしましょう。番組聞いてね。